ウペンドラ・トリベディは、インドの俳優、映画監督、映画プロデューサー。グジャラート語映画で最も有名な俳優の一人に挙げられ、代表作には、メヘンディ・ランログを、ジョジダズク・ヒューマン、ディ・ルーディ・ダーティーがある。出演した、舞台演劇のタイトルから、アビナイ・サムラーとの通称でも知られている。インドール出身。ウペンドラは4人兄弟次男であり、アニバール・チャンドラは教育学者、 弟アルビンドはテレビシリーズラーマーヤナのラーバナ役で知られる俳優である。家族はイダール出身で彼が初等教育を終えた後にウッチャインに移住した。青年期は兄と共にボンベイで暮らし傘の製造工場で働いていた。ウペンドラはボンベイ大学芸術学部を卒業している。ウペンドラは大学在学中に複数のドラマに出演し、 1970年代から俳優として40年間活動した。当初は学費を支払うために、バンラージ・チャベド、ベヘンディ・ランドングオなどのグジャラート語映画で俳優として出演し、1971年にラビンドラ・デーブが監督したジェイシル・トラルが工業的な成功を収め、ウペンドラも知名度を上げた。1993年にパンナラ・アール・パテールの小説を原作とした。 マンビー・エヌ・アイ・バーバイを監督し、同作は、ナショナルフィルムアワードを受賞している。また、マルバー・イ・パンチョーリーの小説を原作とした、ジャー・ツー・ピー・ダン・ジャニ・ジャニの監督、プロデューサーを務めた。また、舞台俳優としても活動し、アビナイ・サームロットでは7役を演じた。ヒンディー・5映画、ジャングル・メイン・マンガルでは弟・アルビンドと共演して、悪役を演じている。 ウペンドラは1980年代から政治活動を始め、1985年にグジャラート衆議会議員に当選した。また2000年3月31日から2002年7月19日にかけて衆議会副議長を務めた。2015年1月4日にムンバイで死去した。ウペンドラは妻との間に2人の子供を設けていた。 1989年にパドマシュリー君賞を受賞し、またパンディット・オーム・カルナート・タクール賞を受賞している。ありがとうございます。